皆さん明けましておめでとうございます。約1週間お休みをいただきまして、ひたすらダラダラしてました。今日から動画再開です。ちょっとスキンケアしながらねお話ししますね。新年一発目の動画ということで、今日はまあ今年の抱負だったり、まあ、目標をね毎年語ってるんですけど、まあいろいろ宣言しながら毎日メイクやっていこうかなと思います。まあ、一応雑談メイクではあるんですけど、私の今一軍コスメを使っているので、まあその辺もね参考にしていきながら見ていただけると嬉しいなと思います。あとかなり私今年気合が入っているので、まあ見ながらもね皆さんもモチベが上がる動画になったらいいなと思います。最近毎日メイクとしてよく使ってるカラコンがこの3つです。今日どれ使うかすごい悩んでる。ユリアルワンデーかショートにも載せたハッパクリスティンのワンオンリークリスティン。でも三日月カラコンはぐるぐる回るので、まあ普段使いはあんまりしないかもってことで、消去法でユリアルワンデー使おうかな。量がまだいっぱい残ってるウォーターブラウン使う。かなり色味薄いんですけど縁がついててラガンみたいなカラコンです。つけてみるとこんな感じです。グラフィック着色部分が13.2なんですけど、そんなに大きく見えないですよね。やばい、これめっちゃ可愛い。てか最初全く気にしてなかったんやけど、なんかショートの動画でも言ったんですけど、なんか最近すごい私奥目ですねって言われるんですよ。で調べるとなんか結構去年の下半期入った頃ぐらいか、眼球というか目が出てるか出てないか、奥目か出目かみたいな流行りつつあるみたいで、奥目であることが分かり奥目対応のメイクをねするようになって、また最近ね垢抜けた気がするんですよ。だから教えてくださった方本当ありがとうございますって感じで、で今塗った下地がクレドポーの、汚っ、クレドポーのボアルコレクチュール N、 もうねなくなるから買い足さんとなって感じ。私の多分人生一の下地だと思います。ほんとスキンケアしてる感覚なのに崩れにくいし保湿もずっとしてくれるしっていう。で赤み気になるところにウォンジョイのトーンアップベースのライムイエローを使います。私は頬周りが赤み出やすいのでここに塗る。奥目ってまあ涙袋とまぶたより内側に入ってるのが奥目みたいで、内側に入ってるから目に光が入りづらいと、目が暗く見えてしまうっていうのがあって、まあ、それを改善するために目の中に光を入れるメイクをね私は今いろいろ試してまして、で今回使ってるこのカラコン、ユリアルのカラコンもマジで奥目さんおすすめだし、何目でもいいんですけどより可愛くなれるのであればそれを知ってメイクをしたいですね。もうベースはこの流れがマジで基本。このデコルテのねコンシーラーパレットも全色全部同じぐらいの頻度で使う。だから同じ量で全部なくなってるのが嬉しい。そしてもう最近大好きすぎるローラメルシエのクッションファンデ、これ本当になんでもっと早く出会わなかったのって感じ。あれこれベスコス入れたっけ。本当年末ギリギリに出会って入れてないかも。ご褒美に結構高めのデパコスのクッションファンデとか買ってみようかなと思って、買ったことなかったからさ、ネットでいっぱい調べてるとやっぱデパコスの中でもローラメルシエのクッションがダントツでいいって書いてあったので使ってみたらですね、もう衝撃、これしか使えませんってぐらいめちゃ崩れんし、時間が経ったら私すごい粉吹いてきちゃうんですよ。けど本当に粉ふかんで、カバー力も普通にあるし、だけど薄付きでツヤっぽい肌になる。これもウォンジョヨン先生の動画で学んだんですが、ベースメイクは最初に仕上げないっていうやり方にハマってます。パウダーも最近キャンメイクのシークレットビューティーパウダーしか使ってない。色付きの2番落ちるんよね。目の周り小鼻付近はまた後から、まあ、コンシーラー塗ったりするのでパウダーは一旦塗らず、アイブロウを描く眉毛の上とアイシャドウをのせるまぶたの上。眉毛サロン行ってないからボーボー。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの1番。今年は本当に去年以上にいろいろと気合が入っているんです。なんでかというと、もうここ数年ずっとずっと悩んで恐れていた親知らずを抜いたからです。歯医者と痛いことが本当に苦手で親知らず生えてきたんですけど、もう数年避けてきて、けど歯医者さんに行ったらこれ以上放置すると歯が押されて歯並び悪くなるよって言われて、まあ去年から抜こうかな抜こうかなって思いつつも抜けず、で今年の年始お正月ですね、親知らずを2本抜いてきました。だからずっと避けてたことに正月からね挑戦できて、でねちょっと私の親知らず見てほしいんですけど、こちら普通の人って真っ直線に生えてくると思うんですけど、私の親知らずってこうやってみんな生えてるのに親知らずだけこう生えてるんですよ。こうだよ。
協調性のない親知らず2本。女の人は結構横に生えること多いみたいで、しかも私神経に当たってたので、このままね抜いてしまうと麻痺が起こるかもって言われたので、二回砲っていう手術法にしました。手術なんか二回砲っていうのは、歯に当たってる部分の頭部分だけ一旦取り出して、で根っこが浮いてきたらその根っこも取るっていう方法を、その横に生えてきてる親知らずにしたので、根っこはねまだ残ってます。でも頭出てきてるね部分がマジで磨きづらかったんで、これだけでもすごい生きやすくなったし、歯磨きしやすくなった。でそうだ、届いた、すいません美容じゃなくて電気毛布を頼んでたので電気毛布が届きました。これであったかい。びっくりすると思うんですけど、この部屋暖房つかなくって、だからいつも凍えながら撮影してました。だからこれも買ったんです。可愛くないこれ、ブルーノのストーブヒーター。え、もうすでにあったかい、すごい。眉毛終わったんでシェーディングやっていきます。最近キューテンで買っためっちゃおすすめがあって、このリキッドタイプのシェーディングとハイライトです。結構レッドとか見てると中国の美容系の方がみんな使ってるシェーディングハイライトで、普通に300円ぐらいで買えたんでマジでおすすめです。まずはここビヨーンって、一旦開けてここの横、私ここが曲がってるんで強制的にまっすぐにさせる。で鼻に U の字を書く、こんな感じ。めっちゃ濃いやんって思うやん。でもこれね馴染ませると意外とねバレないんですよ。あとこれグレー系のシェーディングなんでかなり馴染みやすい。結構こういう濃いめのリキッドってありだなって思った。馴染ませればいいからすごくない？結構過去一別人級に変わるシェーディングかもしれん。リキッドやとピンポイントでどこに色ついてるかわかるし、しかもベースメイクはこれで終わりじゃないので、今の時点に影を作っておいて上からコンシーラーとかハイライトでより馴染ませていきます。そして私顎がね結構しっかりしているので、ここの横を削って三角に尖ってるように見せたい。で唇の真上こんな感じ。ここも筆でぼかしていきます。でここねやばい。しかもさ、リキッドだからより密着度が高いわけですよ。密着度が高いと化粧崩れしにくくなるんですね。ぼかせば広がるので適当にいつもやってます。私がかなり頬骨出てるタイプなので、頬骨を押さえるように頬の外側から内側に向かってシェーディングをぼかしていきます。そして人中の真ん中部分に塗って、ナチュラルに鼻の下と唇の上のシェーディングを消さないように、で口角上がって見えるように上に上げる。でこれハイライトとして真ん中に塗ります。筆でぼかす。で鼻が間延び、まっすぐシュンってならないように見せるって感じ。そしたらアイシャドウはヒンスのチャンスオンを使っていきます。私これ使いすぎてるかな。まあいっか、毎日メイクって一番使ってるものだからもう紹介しまくってるわけですよね。だからもう参考にならないのではと思って、毎日メイクがずっとできてなかった。ボンジョンヨン先生で学んだことは、とにかく薄い色でも丁寧に重ねていけば彫りになるということですね。ついてるんですかその色って思うけど、ちゃんとついてるし、このね小さな積み重ねがナチュラルにデカめになるコツなんですよね。でも最近は涙袋のシャドウはかなり広く塗ってます。むしろ涙袋飛び出してもいいよってぐらい広く塗る。色がめちゃめちゃ可愛い。でデカめ効果のなるもう一つのポイントなんですが、石灰ラインがあんまり似合わないよって方いると思うんですね。そういった方はもうアイシャドウでここの内側までクッて持ってきてあげて、これだけでもう目が近づいて見えるし、めっちゃデカめ効果になるのでおすすめです。だからラインが引かなくてもね、結構眉頭は尖って見えます。皆さん今年どんな1年にしたいですか？今年の私は美容面で言うと、まず親知らずを全部抜く、この2つ取ります。医療脱毛5回目、6回目ぐらいいけそうなんで、もう毛をねなくしきりたいですね。あとウエストを50センチ台にしたいのと、唇にヒアルロン酸を入れたいです。入れなくても影で変わるか、すごいよね。唇にヒアルロン酸を過去一度入れたことがあって、もうめちゃくちゃ漏れたんですよ。だからもう一度したいけど、あんな痛いことを一生しないってやった時誓ったぐらい痛くて、だから正直やりたくはないけどめっちゃ漏れた。であと私コーヒーめっちゃ飲んで歯が結構色変わってきたので、ホワイトニングも強化させたいです。そういえば最近ハマっている涙袋の作り方があって、先に影を入れてしまう。しかもアイシャドウとかアイブロウで入れるの。ホワーンってなることによってかなりしっかりとした涙袋が作れるのでハマってる。こんだけでやばいね。でコンシーラーを取って、
塗る。結構コンシーラーも幅広めに塗ってます。影先にすることによってこの影のね、涙袋側の幅もいい感じに削れてくれるので、マジで先に影ですね。そしてバビメロの3番のラメを涙袋の中心に入れます。あ、かわいい。そしてこっからベース仕上げていきます。コンシーラーでまずはクマを消していきます。後からコンシーラーすることによってはみ出してしまった涙袋の影も綺麗に処理することができるので、最近は後からコンシーラー派になりました。そして小鼻周りですね、ここもはみ出しきったシェーディングを抑えるような感覚でぼかしながらぼかしながら塗っていきます。鼻の若干カーブし始めた部分にコンシーラーを塗るんですけど、ここにコンシーラーを塗ることによって鼻の高さがよりシャープに強調されます。でシェーディングの左右差もコンシーラーで変えていきながら調整、眉毛のカーブも綺麗に描いて、でマスカラは今回2本使います。まずはブラックを塗りまして、マツパしたのでめちゃくちゃ塗りやすい。あ、そうだ、今年はねまつ毛をね伸ばしたいなって思います。ということでラッシュアディクトを買った。根元からしっかりと持ち上げる。で美容とは別に結構年始からね勉強に燃えてまして、ちょっと5月に検定を申し込もうかなと思ってます。で黒を塗った上からピンク塗ります。ピンクをね上から塗ることによってで甘すぎずピンクすぎず、しっかりと黒でまつ毛がね一本一本強調されてるんだけど、光に当たるとちょっとピンクがかったまつ毛になるのが可愛くって、ダブル塗り最近してます。まあ余裕ある時しかしないんですけど、まあ束にしますね。よくマスカラはねこれしか使ってない。で下まつ毛は黒だけ。てかこのカラコンめっちゃ可愛くない？で最近ねキャンメイクのラスティングリキッドライナーのこの5番のカラーにめっちゃハマってます。可愛くない？これミルクティー系の、まあ、グレージュ系のカラーなんですけども、これがねめちゃ馴染むの。そしていつも跳ね上げにしてます。結局私の好きな系統は中華美女なので、新しいメイクしたい時はレッドで探してます。跳ね上げよいしょ。でまあ切開ラインも引いてます。そしてまつ毛の生え際を埋めていく。これ大事ですね。リップ塗ります。リップはマジで毎日使ってるやつ、モンジョンヨ02番のアンティークピンク。もう名前も可愛いだけじゃなく、やっぱこの粘膜色系のカラーっていうのがベースにはマジで持ってこい。ベースにはというかベースじゃなくても最高。口角部分にリップの尖ってる部分を沿わせてオーバー気味にまずはなぞります。上の唇の縁全部なぞるのではなく、一旦口角部分だけ、下唇の下の真ん中部分を濃いめにオーバーリップにします。山になってる部分をなぞります。これも全体塗るのではなく山の部分だけ。そして最近ハマっているメディアのティントルージュ01使います。このティントルージュも全部に塗るのではなく、唇の下部分の内側全体で、上部分は山のところを中心に塗ってあげます。全体的に真ん中をぷっくりさせるような雰囲気。リップ塗り終わったらチーク塗っていきます。チークはローラメルシエのティンテッドモイスチャライザーブラッシュの PK2。 PK2 が色番なんかな。これもね私が大好きな雲みたいなリキッドチークで、出すとこんな感じなんですけど、伸ばしていくとふわふわっとした色合いになって、密着度もすっごい高いのでおすすめです。可愛いんですよ。指に移して乗せた方がナチュラルに入ります。中間部分ぐらいにほんのり乗せます。リキッドなので密着度もより高いですし、崩れにくいし、内側から発色しているような雰囲気になるのでおすすめ。発色もすごいナチュラルなんですけど、重ねて追加してあげるとしっかりと存在感の色になるので安心してください。で鼻先も塗ろうかな。ということでちょっと髪の毛をね整えていきたいと思います。できます。ということで毎日メイクやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっと前髪がうまくね横に行かなくてピンと止めました。もう本当にここ最近ずっと使っている一群コスメですし、まあ一時は変わらないんじゃないかなと思います。今日のメイクポイントとしてはやっぱシェーディングかな。いつもと骨格結構変わってると思うんですけど、いかがですか。あとリップメイクもね最近かなり上達してきたと思うので、どんどんね垢抜けるメイク研究して、そういえば私の今年の目標は黒髪サラサラロングということでストレートにしてみました。ストレートにするとね髪の毛長く見えてモチベが上がるんですよ。今年も無理せず自分らしく頑張っていきたいと思います。2023年の鹿のままもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。